ごきげんよう。今日はどーん。今日はジスターで遊びたいと思います。脳を育てるジスター。遊びながらひらめきや想像力を育む。ジスターはジーニアスタートヒア、天才の始まりだって。鳥、車、お花とかいろいろできそうだね。よし、じゃあ早速開けてみようか。うん、開いた。じゃあこれにドバッと出しちゃおうか。せーの。で、見てこれ。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、すごいいろいろできそうだね。ロケットかを、ロケットとかお家とか公園とか、うん、橋とか船とかクジャクとか、うん、蝶とか、うん、ウサギとか、うん、恐竜とか観覧車、観覧車いいね、車、キリン、傘、うん、お花、これ花瓶のお花で、うん、これが鳥。おー、すごいね、いいねいいね。うん、よし、じゃあちょっとなんかやってみる。うん、できた。お、完成。可愛くできたじゃん。うん、なんかちょっとだけ観覧車みたい。確かにね。じゃあちょっとパパもやろうかな。うん、ね、もう一個出そうか。うん、おお。じゃあちょっと一個簡単なの作ろうかな。お楽しみにしててね。まあいいや、これ頑張ろうっていうことで作ります。うん、じゃあ頑張るね。はい、これサクサク作れるね。うん、もうどんどん作っていける。オリジナルの色でもいいんだよ。あ、いいじゃん、オリジナルも作っていくな。鳥、完成しました。はい、早いね、あっという間にできたよ。さあ、今これ何作ってるの。これさ、本当は回るんだけどさ、うん、本当はこうやって丸くこうなんだけど、うん、もう大変だから、このこういう感じ。あ、いいじゃんいいじゃん、いいんだよ、オリジナルで。ちょっとでかいの行ってみる。え、パパ遊園地で観覧車行くか。観覧車よく入る。これサクッと入る時の感触が気持ちいいね。うん、ハマった時のね。うん、カスッていう。どうなってんのっていう感じ。とりあえずこの枠ができた。これ結構巨大なものになるかもね。内側はちょっと違う色にしようかな。緑足りなくなっちゃうかもしれないから、黄緑とかにしようかな。ピンクにしよう。だって色がいっぱいあるからさ、足りなくなってもね、あ、別の色でやろうとかできるからいいね。うん、でかい作品になりそうだよね、これはね。それさ、どうせなら取っといて、ここの箱に飾ればいい。飾っとく。だってせっかくこん頑張ってこんなすっごい使う。どうだろうね、うまくできるのかね。ね、これレベル100だから。レベル100で、クジャクがレベル1000で、うん、ウサギがレベル10000。だってウサギも意味わかんないもん。ウサギはね、ちょっと大変そうだよね。誰かできた人いんのかな。まだでも作ったんじゃないの。あ、まあこれ写真あるから、ね、あるからね。その人超天才じゃん。天才だね。だって天才を生み出すパズルだからね。ねえ、大変だから、ね、やっとお花1個ぐらいが、お、できたわ。でもお花1個で大変。これ夢中になってさ、喋らなくなってきちゃうね。とりあえず土台はこんな感じかな。土台こんな感じでできました。パパ、これさ、うん、こうやってさ、こっからこっからさ、うん、支える台作ったの。ああ、そうだ。ちょっとね、多分こっちに重みがいくからこうなっちゃうもんね。じゃあこっからこうやって支える感じ。うん、あ、ちょっと補強しないと。そうだね、結構グラグラしてきちゃったな。お、さあ、だいぶできてきたね。うん、おお、なかなかの対策だねこれ。で、パパ今こんな感じ。すーん、今ここまで。これ何？やばいね、でかいね。ね、これ台作ったの？こうやって。そう、ここをね、
もう1本作ったの。最初1本だったんだけど、ここ2本にして、でちょっとねここに連結したりとかして頑丈にした。パパできた。おお、いいじゃんいいじゃん、かわいいね、うん、この色好きだな。これどんな感じ？今木作ってる、うん、木作ってる、うん、パパもねちょっと他の作り始めてる。え、何何作ろうかな、ちょっとまだわからないんだけどね。じゃあそれはそのね物体は何ですか？よし、じゃああと一踏ん張り頑張ろうか。うん、よし頑張ろう。おう、こんな感じにできました。結構いっぱい作ったね。うん、これとこれとこれとこれはパパので、うん、これと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 これはサーヤのね。じゃあちょっと見ていこうか。うん、まずそれはね花瓶のお花。お花ね、これが花瓶で、うん、これがお花。あーいいじゃん。で次は、うん、これ最初に作ってたお花。最初に作ったお花ね。これかわいいよね。うん、で次は、うん、モンキー。あーモンキーね、これさやが自分で考えて作ったんだよね。これが目、うん、これが口、うん、これが前足、うん、これが後ろ足、うん、これが尻尾。で次は宇宙人、うん、宇宙人かわいいねこれね。我々は宇宙人だ、この世界を乗っ取ってやる。ここがメインね、そこがポイントだよね。チーズちゃんも作った。お、チーズちゃんこれね、最近お家に来たね、チーズちゃんね、うん、50円で買ってきたね。これがリボン、うん、これもリボンで、うん、これが目、鼻、え、耳、耳。あ、見える見える。パパは自分の紹介して。パパ自分の紹介するの。最初に作ったのがこれ鳥だね。うん、鳥をまず作りました。そしてこれ見えるかな、わかるかな、ロボット、ロボット作りました。これ傘、サイヤ作ろうかなと思ってたけど、どのぐらいの大きさかわかんなかった。あーいいじゃん。そしてこれがね、観覧車。うん、できました。サーヤの背の半分ぐらい。半分ぐらいだね、そうだね。で途中でね、まあ色なくなっちゃうかなと思ったけど、でも全部同じ形だからさ、色なくなったら、あ、じゃあこの色にしようとかね、代用が効くからいいよね。うん、うん、ねえねえ、まだ作りたい。うん、じゃあちょっとこれ終わったらまたやろうか。うん、ね、じゃあね、どうだった？使ってみて。楽しいね。楽しかったね。結構さ、夢中でやってさ、途中もう喋んないでやってたよね、うん、途中もう無言でさ、一生懸命やってたね。うん、気になった方は概要欄に URL を載せておくので、よかったら見てください。はい、皆さんも買って作ってみてください。それじゃあごきげんよう、また見てね。ジスターチョキでした。バイバーイ。ザクザク入れられるね。